どうも、新宿アボイ金木です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい、よろしくお願いしますね。いやすごいね。え、何ですか。見てますか、ドラマ。ドラマ、まあ見てないですかね。鎌倉殿、すげえ面白いね。ああ、そうですか。毎週誰か死ぬドラマって俺あんま見たことないんだよね。確かにあんまりそういうドラマはないね。マジでコナン君レベルじゃない、毎週誰か死ぬ。まあそれはそう、サスペンスものとかね。そうそうそう、まあ、めちゃくちゃ面白いよ、あれ。一番面白いよ、最近ここ数年の大河の中で。いやもうすごいのよ、もう疑心暗鬼をみんな、仲間だった人が。ああ、もうどうぞね。こんな話知らなかったもん、俺。そのもともとは知らなかったの。そうそう、だから鎌倉時代とかってあんまり興味なかったもん。だから戦国時代は信長の野望とかやってたから、すごい戦国時代はめちゃくちゃ興味あるけど、それ以外のね、まあ、例えば幕末もちょっとあるけど、それ以外 の、 その、ね、鎌倉時代とかの話は全然興味なかったけど、見出したら面白いな、脚本がいいのかな、ああ、結構ね、さんでしょ、ねね、なんか結構仕上がりギリギリなんでしょ。でもあ、そうなんだ。なんかね、言うよね。俺もさ、毎回その亡くなる人いんのよ、言ってさ、はい、毎回亡くなったとウィキペディアで調べたりさ。ああ、そのね、人物をね、人物調べたりさ、じゃあこの人どうなんだって、今まだ生きてる人も調べるとさ、何年に死ぬって書いてある。ああ、そっか、突然が分かるからさ。そっかそっか、この人死ぬじゃんもうとかさ。ああ、なるほどね。タイトルとかね。そっかそっか。そう、めちゃくちゃ面白い。だから本当に詳しい人はその情報も全部入ってて、どのような経緯でこうなったのかっていう見方をするのかね。もしかしたらね、松村さんが一番好きだっていうもんね、鎌倉時代で。本も出してるもんね。ああ、そうね、出してるね。あの歴史好きの松村さんはね。ね、相当面白い。まだ今からでも間に合うんじゃない、これ。あ、まだ間に合う、うん、あ、そう。あれ、本当にさ、前半となんか後半がまるでなんか違う話になってる。うーん、頼朝が出てきて、頼朝が将軍になるみたいまでは、結構まあまあそういう死ぬ人もいたけど、なんかちょっとコメディっぽかったの。あー、なるほどね。そっからなんかペソドラマみたいな。でも大変だよね、なんかドラマっつってもさ、12話とかで終わるドラマだったらあれだけどさ、あんだけ長い大河ドラマだとさ、もう途中で方針転換というかさ、見せ方変えたりとかさ、なっちゃいそうだよね。この見せ方、見せ方っていうか、そんなんでも決めてんじゃないの、1年間決めてるけど、でも全部書いてるわけじゃないじゃん、脚本書きながらじゃん。だからちょっとなんか、もしかしたらなんかその、いやでも頭にあるんじゃないの、あんのかね、こういう多分もともとの話があるわけ。ああ、まあね、まあもちろんね、あるから。それに、まあ最初じゃあこういう感じで行って、中盤からボン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 締め切ろうとかさ。そう、まあ最初からあんのか。なんか途中から例えばさ、いやこれどんどんちょっと毎回誰かしら死んでいく感じにしましょうかみたいなね。そういうあれじゃないの、そういうあれじゃないと思うよ。あれじゃないのか。いやでもすごいわ、いやすごいよ、こんな世界にいたくないなと本当に思う。まあそうだよね、よく考えたら今よりめちゃくちゃ、まあいろんな残酷なこともあるだろうしさ、そう考えたらね。いやだから最初さ、本当に人のいいおじいちゃんみたいなね、北条時政っていう歌舞伎役者の方がやられてる役なんだけどさ、本当になんか人のいいおじいさんみたいな、まあなんつうの、風どっちつかずのみたいな人だったのさ、急になんか権力欲しがりだしてさ、めっちゃ怖くなってるの今。すごいよ。でももう実はだからそこは別に持ってるわけじゃないからね。まあだよ、まあまあ、脚色あると思うよ、いろいろね、実際知ってる人じゃないからさ、まあまあ、話でしか知らんけど、めちゃくちゃ怖いしさ、小栗旬さんになってもう最初のこと絶対違うもん、顔は。あ、もちろん。すごいね、それちゃんと演じるのもすごいね。すごい、いや、本当に毎日楽しみだ、俺。俺さ、あの8月のさ、終わりの方にさ、地元でお祭りあってあったじゃん、はいはいはい、で、その日日曜日でさ、うん、俺録画するの忘れててさ、決まったと思ったらさ、うんうん、うちのお父さんが録画しててさ、あ、よかったね、翌日見てさ、うん、よかった、途切れずに見れた。それがね、すごい助かってるね、その回も見れて。なるほどね、ぜひ見てください。どうもでした。ありがとうございました。いいのかこれで。え、わかんない。
でも時間ないからもう一本撮んないとダメだし、大した話もしないじゃん。いやいや、でもほら伊沢さんの主張です、主張です、うん、見てください鎌倉殿。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。